おはようございます。今日も路上靴磨きに行くんですが、今日は8時からちょっとなんかバスキング路上でなんかやってる人らの飲み会にちょっと誘っていただいたんで、まあ今日はそっちがメインになるかなと思います。まあ路上でやるよりもこう人と関わって靴磨きする機会も多いんでね、楽しんでいきます。昨日の靴磨いた人がインスタで上げてくれたんですけど、それを見て興味持ってくれてる外国人の人がメッセージをくれました。便利な時代ですね。やっぱり何時間待っても一人磨いたら、一足磨いたら、その先がどんどん繋がっていきますね。昨日磨いた人、一応日本人なんですけど、16歳から留学でシドニーに来て、でその後シドニー大学出て、今永住権持ってるらしいですよ。22年シドニーに住んでるって言ってましたね。多分化け物です。How's business going? Good? Yeah. Good? Going well. Yeah, it's good. I want Osaka. Ah, Kansai. Kansai. Nande ya ne? Nande ya ne? I'm a comedian. Oh, really? Japanese comedian. In Japan? Yeah. I learned so, through online English school with Filipino. Ah, so Filipino is a good one. 5 to 6 years.When I was a student. Okay. So also Filipino because they are... Okay. The accent is easy to understand. Yeah, yeah, yeah. The Filipino. Because they...今日は2足磨いて、まあ1人ドネーションチップもらって80ドルでしたね。なんとか黒字になりました。ただちょっと今お金貯めててですね、行きたいところあるんですよ。まあそれは決まってから言いますわ。ちょっととんでもないとこ行きたいなと思ってて、今はバスキング、こう路上でなんかやったりしてる人らの集まりがあるみたいなんで、ちょっと誘ってもらったんでそっちに向かってます。なんで今日は路上靴磨きは早めに切り上げました。Shoe China. Shoe China. Oh, Shoe China. Yeah. Where do you work? So, on the street. And my dream, traveling around the world, but I didn't have enough money. Yeah. So, I was thinking what's a suitable job working around the world. So, I came up with the idea, Shoe China. So, learning little by little, I really love what I do. And I'd like to shine the world from feet. That's fucking awesome, right? That's fucking awesome, dude. It's not even high, man. Like, that's fucking awesome. I'm so glad that he came to this party. It's exactly the type of person. I want to hear more. Really awesome, dude. Thank you. That sounds sick to me. I want to hear more. Yeah. How big is your following on YouTube? 1,300, something like that. Ah. Almost friends. Almost friends, yeah. What do you post? Like vlog?
Yeah. Because so before coming here, I traveled around Japan. I met a lot of Japanese people. I want to show them Australian story because everyone can't go to travel around the world. I'm a rare. That's why I want to show so abroad experience, okay. Something like that through my friends. Yeah. Tourist. Oh shit! Right. I have to learn. Oh fucking this. Oh shit! 今日はユキさんという方に知人の紹介を得てつながったんですけど、ユキさんはもう6年くらいシドニーに住んでるのかな、書道家としてやってるんですよ。バスキングですよね、まあ、僕靴磨きやってますけど、それの同業者に一応なるんですけど、もうそれで普通にシドニーで働くよりも稼げるらしいんで、書道家としてやってて、で旦那さんがマジシャンの、まあ、それもバスキング、バスカーなんですよ。もう1時間で1000ドルとかマジシャンで稼ぐらしいですよ。で普通にバスキングのそのやってる人らの仲いい人らで集まった会に今日呼んでもらってですね、まあ、2次会まで参加してたんですけど、もうどえらい世界があるんやなって思いましたね。中には日本人のドラマーの人とか、あのギタリストの人らもいたんですけど、もう今それでバスキングだけで食っていってるって言ってましたもんね。なんかやっぱり日本ではこう警察に注意されたりとかもあるらしいんですけど、オーストラリアのそのバスキングは結構お客さんも応援してくれたりとか、まあエンターテインメントの国なんでしょうね。でその超一流のバスキングの人だから今日はアドバイスを請うてですね、僕やっぱこう靴磨きの時待ってる時間が長いんですよね。でどうしたらいいかなっていうのを聞いた時に、もっとクランクに話しかけたらいいんじゃないみたいな、おもろいやつと思ってもらったら結構話せんでみたいな、その靴磨きハウイズシューシャインだけやったら、その靴磨きをビジネスとしてるやつだけで終わってまうけど、だからもっとクランクに話しかけたらエンターテインメントとして見てもらって、待ち時間にほんなんちょっと靴磨きちょっとこいつおもろそうやしやってもらおうかっていうので、なんかこう靴磨きどうですかだけじゃなくて、ちょっと俺日本から来て今こういうので楽しませってやってんねんみたいな感じで言うとおもろいんちゃうみたいな、超一流のバスカーからアドバイスを得たんでね、ちょっと明日はニュー総省で行きますよ。もう一流の人からアドバイスを受けたんでね、いやーすごい世界があるんですね。バスキングで食って行ってるっていう、で今日おったマンションなんて、スマブラしてたマンションなんて、あの東京でいうところの港区みたいなところですからね。いやーすごい世界ですよ。そして僕はまた1泊15ドルのシドニーのもう最安値のゲストハウスに帰ってきましたよ。まあ野宿よりマシか。